はい、どうもこんにちは、皆さん、しんでございます。今日はですね、3月の31日でございます。もうね、ほんと春が来ててもおかしくない時期なんですけど、これ映ってるかな、わかるかな、雪が降ってます。今日函館は雪でございます。まあ、ニュースとかでもね、出てたと思うので、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、でもね、この時期で降るのは、まあ、珍しくもないんだよね。別に4月になっても雪が降ることもあるから、そんなでもないんですけれども、街歩きしながら、雪の函館の景色を皆さんに見てもらおうかなと思って動画撮ってます。ぜひよかったらご覧ください。じゃあ行ってみましょう。氷守屋さん、150年だったっけ、歴史、150年の歴史、じゃあ100年だっけ、150年。あ、じゃあ北海道できてからあんのか、すごいね。ちょっと閉店となってしまいました。今もう取り壊しのね、作業が入ってますけれども、惜しまれつつも閉店しました。ここが駅前通りですね。函館駅からの道です。いや、寒い、めちゃめちゃ寒いです。風が冷たい、雪も降ってると。まさかこの季節で雪がね、それなんてみんな思ってなかった。今年はだって雪がでもすごく少なかったよね。本当は助かったよね、雪かきなんかする人たちにとってはね。去年の今頃、まだ雪がいっぱい残ってたイメージがあるもん。3月はもう残ってたよね、雪が。去年はね、多かったから。居酒屋さん、カニがいますよ。カニ、カニカニ。ここはね、グリーンベルトっていうところなんですけど、ここをね、ぐっと曲がると、ラーメン屋さんがあったりとかするんですけど、ここ僕らのね、大好きなお店があります。トンキ。トンカツ専門店。今、ランチパスポートやってるかどうかちょっと聞いてみましょうか。パスポートまだあるかって。行きましょう。はい、すいません。ランチパスポートは終わった。大丈夫ですよ。あ、よかった。いい匂いすんだよね、このごますった時のね、ごますり書いてある、ごますりにご協力くださいってここに書いてあるんですけど、はい、来ました、トンキのね、とんかつ。よいしょ、よいしょ、お疲れ様でした。はい、どうもね、ありがとうございます。しゃべっても教えてくれますし、使い方も簡単なんです。これをいろいろだけどね、そう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 、いろいろだけどね、このなんかここにソースを入れちゃうとなんか、うん、これ入れる人もいるけどね、ここの中にソースを入れちゃう人もいるけど、僕らはこの上にかけるっていうね、パターンで。いただきます。
はい、すいませんね。はい、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。はい、お疲れ様でした。それ忘れちゃいけない。いや、美味しかったね。